お疲れちゃいです。ラットですね。今日はちょっと何やろうかなって考えた時に何もすることねえなってなったんですよ。本当だったらもうシーズン終盤なんで2日と5時間とかなんで、本当だったらマルチ動画を、まあ、撮ろうかなと思ったんですけど、アップデートだ、アップデート情報が解禁されたんだ。だからアップデートのことを話しつつ、ちょっと普通に今日バトルするんじゃなくてね、ちょっとたまたま、マジでたまたまなんですよ。たまたま、なんかリア友が勝手に来たんで、そのリア友をボコボコにして、気分良くなろうかなと思います。ということで、急なんですけど、リア友、どうぞ。お疲れちゃんです。何工藤です。はい。工藤です。ということで、本名です。本名工藤です、こいつ。というわけで、そのアップデート情報が出たんだ。忘れてた。なんでもアップデート情報話しつつ、まあ、工藤とフレバタやるんだけど、ちなみにトロフィー何倍だっけ ?4036。あれフレンドいるっけ、あれ追加した追加した。あ、これだ。これインデックスね。はい。はい、ということで、まあ、言うてトロフィーは4100だから、まあまあまあ。まあまあまあ。まあまだね。よし、フレバタ、ガチ勝負。ガチ勝負。うん、まあ指定だから、さっき指定のカード何枚にするとか話してたけど、いらねえや。え、嘘でしょ。いらんくね。え、いや、え、ハンデないの。一回目いらなくていいよ。あ、一回普通にやるってこと。うん、なしでいいよ。あ、オッケーオッケー。はい、見んで、ね、見んで、ね、見んで、ね、めちゃくちゃ見てくれやん。もう、いや、見てもいいんじゃないの。見ても勝てるだろう。見せねえやってことで、まあ僕はこれで彼をボコボコにしたいと思います。やばい、マジで寝てたんですよ。僕寝てたとこになんかや家に来て、いや、失礼じゃないですか。いや、ちゃんと許可取ってるんで、そこはなんかマジで失礼だよな。みたいな、そういう設定じゃないから。いや、マジ失礼なんだよな。じゃあ僕ボコボコにしてやるぜ。人の睡眠奪うなんてマジやばいっすよ。犯罪レベル。犯罪レベル。大事にする人間だったの。大事。今健康体だから。よろしく。さあ、ボコボコにしてあげましょうか。それはこっちのセリフだ。工藤。工藤なあ、あれだ。工藤と普通の話しても何も思んないんだよね。いや、あれだよ。ちゃんとアップデのアップデのことについてちゃんといろいろ話さないと。よいしょ。で、アップデでまず何が起きるかな。ラムライダーが止める時なんだっけ。ラムライダーが下方だね。下方。止める時間が短くなるってこと？そんなことを言ってた気がする。全然わかんないんだな。そんな見てなかったんだよな。あで、まあ、ラムの下方、ネクロの強化、そうそうそう、ね、死亡時にスケルトン、そうそうそう、ネクロ強化で死亡時スケルトン、まあ墓石みたいな感じですね。壊れた瞬間にスケルトンが2体3体出るみたいなのが、まあ、ネクロにもつく。まあこれはまあまあ強い気もするけど、言うてな感じもしますね。なんかこれゴブジャイスパーキーやん。何？悪い、なんか。いや、悪くはないけど。ごめん、俺がうますぎた。ああ、もうやめろ。それダメ、ダメ。俺がうますぎた。ごめんな。もう。ごめんな、もう。やばい、殺される。俺は一体今何をしてるんだろうっていう。謎の時間。ちょっと待って。俺は一体今何をしてるんだ、これ。100勝よね、だって俺。そうだよ。うん。ハンデが、いや、ここで勝つ、ここで勝つ。諦めてくれ、それは。で、あと他は、キョスケがなんか強化されたよね。キョスケどうされたの、あれ。攻撃スピードが上がったみたいなのを。なるほどね。なんで目覚ましになってんの、お前。いいの。いや、12時に設定してるあたり、遅いな。いや、聞いてても今日は11時に寝て、夜の11時に寝て、5時起床っていう、もう素晴らしい、ただの健康タイマンだから。ただの健康タイマンやね、マジで。いや、飯とか全然健康じゃないんだよな、こいつ。いや、飯は食いたいもの食って生きていかないと後悔するぜ。うん、俺のじゃあ底辺理論ではないけど、ラットのデブ理論教えてあげるよ、じゃあ。いや、あれでしょ、年取ったらみんな痩せていくからみたいな。そう、言うなよ、お前。だって、そう、みんななんかちょっとデブになるから、食事これ気をつけるとかみんなするじゃないですか。僕、それアホだと思うんですね。だって、年寄りになったら、で今考えてね、年寄りでデブな人いますかっていう、あんまいなくないですか。数人ごくごくごくまれにいるんですよ。なんで結構年齢をやっぱ重ねると、その自然とあんまり食わなくなっていくし、
じゃあね、勝手にね痩せていくんですよ自然と。なんでじゃあ今何のために我慢してるのってことよ。年寄りになればこれはまあ分かんないですけど、絶対だ基本的に痩せるなら、じゃあ今もう食いたいもの食って勝手に太ってもよくねっていう。その過程、お前この若いうちにさ太っちゃダメじゃない、あの人間としての魅力が落ちていくかもしれないよ。いやでもそんなこと気にしてたら楽しめなくね。はいはいもうこいつダメだじゃあハンデやるよ、ハンデハンデ、じゃあ、うん、おい稼や、ほらハンデ言うても言って、ね、4枚ぐらい4枚して、あ、じゃあとりあえずヒール、いいよヒール、はい次アイスピ、アイスピ、うん、いやアイスピミスったか、いや、さあ、いいよいいよアイスピ、うん、マスケルトン、うん、スケルトン、はい次、うん、ラストが悩みどころですな、何でもいいよ、何してもなんか上手くする、もう俺の勝ち決まってるからこれ、はいどうぞ、いやぶん殴ってやりたいなんだお前、あ、じゃあエリポン、エリポンいいよ、はい、じゃあデッグマ適度にフレンド申請して、やばいかもしれない、君の負けだよもう、うん、エリポンはやばいかもしれない、うん、君の負けだよもう、何指定してもな、はい、こっち見ないで、はい、こっち見ないで、よし、はい、まあ、君の負けだよ、勝ったらどうする、うん、ない、勝ったらじゃあなんかめちゃめちゃでかすぎるご褒美ちょうだい、言い方が気持ち悪いわ、何ごめん、ご褒美って言い方が気持ち悪いやな、ご褒美そういうとこで飯をおごれやとかなら、まあなんか普通に、いや飯をおごるじゃ小さすぎるよなっていう話、やばどんな対価を受け取ろうとしてんの、なんか100万もらうとかやば頭悪いでしょこいつマジで頭悪い、4枚指定して100万はよし、はい、雑魚、はい、いくぞ、はい、ということでもう十分気分いいんすけど気分よくはねえわ、寝起きだからでしょ、俺は一体今何がやってるって話で本当に今日のこれいいの、成り立つ、成り立つレベルなんだけど、じゃあアップデのやつ他なんかなかったの、アップデさ、なんだっけ、なんかあったかな、なんもないの、俺もよく見てないんだよね、え、なんか流し流しでなんかみかん坊やさんの動画見て、あーなるほどね、なんかうわー来た、なんかチョスケ、ネクロ、いや何だったかな、もう一枚ぐらいあったんだよな、チョスケ、ネクロ、ホバリング、ラム、ラム、もう一個だよ、なんかあったっけ、もう一個だよ、もう一個だよ、いやまあいいか別に、あーやべこれあれだわ、いやもう買った気になっているこの男、なんだそれは、捨てっすね、え、やばやばえ、違う、それはやった、こうチャンネルの影響やん、こうチャンネル大好きだから、よいしょ、やばい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 、全力で煽るわ、だってもう終わっとくね、いやいやまだいける、まだまだ参る、まだ参る、まだ参ると思ってる時点でもう無理だよ、あ無理っすねこれもう無理だよ、君は負けだよ、やっぱね4枚してよ、ね、やっぱ俺も捨てっすね、あなんだお前、なんだお前って、なんだお前だよ、ほんとにこれやばいんじゃない、あれあれやばい、やおやばいわ俺がやっぱ頼むやまあまあだな、あーなんだこの試合は、なんだなんだこの試合は、いやもうちょっと指定させてほしい、あのもう少し、え4枚で十分だろ、6、いやおいまだやる気かな、6お願い、6やだよ、その対戦できる権利すらないから、対戦する権利すらな、はい、はい、なんでこれぐちゃぐちゃだか、もうお前これボツじゃないの、やだ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 、俺ボツにはしない、ボツなんかしてるとよくないんだよ、そうなの、うん、甘い、甘いっすか、というわけで、はい、本日工藤コラボ、多分もう一生コラボすることはないであろう、一生コラボないと、はい、最初で最後の工藤でした、ただのクソ動画でというわけで最後お別れの挨拶を、皆さんご視聴ありがとうございました、もう皆さんと、ま、はいバイバイ、お疲れ様でしたちなみに工藤の面白い話を最後に聞かせてもらいたいなと思います、どうぞ、まああの面白い話ではないんですけど、いや面白い話で、面白い話、面白い話、やっぱ面白いことを
にしか興味ないからみんな。ああじゃあ僕先月ですね、あ先月がいや今月ですね、今月、うん、ちょっと地元の方に帰りまして免許を取ったんですよ。その免許を取った時にですね、ちなみに免許を結構取るのめんどくさくて、まずなんだろうな、クソおまけじゃねえか。